おはようございます。現在11時前。ここは JR 東海の新宿原駅です。結構立派な駅。天下の東海道線の駅ですからね。今回乗るのはこっちですね。天竜浜名湖鉄道。新宿原から浜名湖を囲むコースで掛川に至るローカル線です。東海道線より遠回りみたいだね。向こうにはオトマチウナのラッピングが施されたウナピッピ号という車両がいますね。なんかヘッドマークがついてるみたいだね。あのヘッドマークに描かれているキャラが、コスチュームは違いますがオトマチウナです。これって何のキャラなんですか？バーチャルアイドル、ボイロ、ボカロのキャラですね。音楽やウナギなど、浜松出身らしい要素がふんだんに盛り込まれています。ま、今回乗るのはこっちなんですけどね。これも115系。前回の動画で115系には乗ったはずや。あ、これですが、リプラス、というラッピングです。リバイバル仕様って感じですかね。天浜線沿線で馴染みのある茶葉とみかん、それとかつて東海道線で使われていた配色を合わせたそんなラッピングみたいです。こっちもヘッドマーク付きですね。国鉄二俣線の開業から80年が経ったからみたいです。藍色の座席ですね。車内は基本ボックスシート。キハ110のボックス部分を2たす2列にした配置という表現がしっくりくるでしょうか？ちゃんとロングシート部分もあるんですね。ワンマン運転ということもあり、運賃表もあります。ちなみに天浜線の駅数は39駅。ローカル線としては結構多い方です。39駅って結構ありますね。ただ67.7キロで39駅なので、それなりに駅間は狭めですね。言い忘れてました。今回は途中の新宿原で降ります。一瞬東海道線と並走しますが、すぐに分かれちゃいそうですね。次に東海道線の線路を見かけるのは終着の掛川でとなります。リプラスラッピングについてもう少し解説。平成30年5月16日に定期運用に入ったラッピング車両です。車内も木目調に、天浜線ホームページには懐かしの配色と記載されていますが、おそらく2007年に運用を終了した113系や115系のことだと思われます。だとしたら懐かしみがありますね。ですね。ブラインドはフリーストップ式。カーテンではないのですが、普通車でこれがあるのはいいですね。こういうのって特急とか新幹線とか、そういったのに結構ついてる印象だもんね。ありだな。大荷物の時なんかは役に立つんじゃないでしょうか。座席は、ちょっとモケットが色あせて泥がついているみたいになってますが、それでもだいぶ快適です。よく沈みますね。普通列車にしてはだいぶ快適な作りです。ちゃんと観光路線らしく座席にはこだわってるのかな。全体で見るとこんな感じ。ちゃんとできてる座席ですね。ロングシートが日常の一部になっている静岡県民からしてみればこれはまるでグランプリ。あ、買ったんですね。リプラスのアラーム、買っちゃいました。今乗ってる車両の概要がこれの裏面に書かれているみたいなので、読んでみましょう。GH2100系、長さ 18.5 メートル、重さ 30.2 トン、定員120名、そして最高時速は85キロ。ゆったりした走りになりそうだね。静岡地区の東海道線は今のところ最高時速110キロなので、それよりはだいぶ遅めです。非電化って点とか線形とかの問題もありそうだけどね。ドアが開くとドアの前の明かりがつくようになってるんだね。はい。それで閉まる時になりますと。ちゃんと消えましたね。閉まったらすぐ、です。天浜線は途中まで浜名湖に沿って進みます。特に千畑から錦川にかけては時々浜名湖を望むことができます。また、そうでなくともみかん畑があちこちに見られます。面白い車窓ですね。正直、浜名湖だけ見て帰るなんてちょっともったいない気がします。ポスターとかに描かれてそうな駅だな。
これこそローカル線といった感じですね。天浜線は駅によってはかなり異なる顔を見せます。確かこの女駅からもう4、5駅行ったら面白い駅があったわぞ。一体どんな駅なんだろう。最近アニメで放映されたからご存知の方も多いかと思われます。さて、さっき少し触れた国鉄二俣線について少し解説。というか天浜線ってもともと国鉄の管理だったんですか。はい、1987年に国鉄二俣線が廃止され、山積化されて天竜浜名湖線になりました。ただ、全線開業はそれよりはるか前の1940年。もともと天浜線は1935年に開業した二俣東線と、その1年後に開業した二俣西線があったのですが、1938年にちょっと延伸、1940年にさらに延伸し、全線開業。名前も二俣線に変えられました。これでも元々は別々の路線だったんですね。同じ TH2100系とすれ違い、こっちは最も一般的な塗装です。青とオレンジだね。でも車両の管理は大体同じかな。同じ TH2100系なので、車内の設備や性能などは一緒だと思われます。切符です。ハンコも押されてる。天浜線には自動改札はないんです。列車はもう間もなく浜名湖作目に到着。そこが一番面白い駅となっております。もう浜名湖が間近に見えますね。日差しキラキラー。ほら、見てください。冬の間は大勢のゆりかもめが迎えてくれるのです。本当にいっぱいいますね。最近ゆるキャンでも描かれ、話題になりました。さて、一番面白いゾーンは過ぎましたが、それでも天浜線は楽しいものです。ボイボイ音がまた余裕を感じさせるね。いろんな表情を見せる天竜浜名湖鉄道、いい路線ですね。というわけで次の停車駅は主要駅である金指。何か乗り換えとかはあるんですかね。金指駅を通る沿鉄バスの路線網が1の割に優れているという点がありますね。妙に褒めてるのかそうじゃないのか。もうすでに面白そうな駅ですね。ちょっと時間があるなら降りてみる。たまたま数分の停車時間が与えられているので、ちょっとホーム上に降りてみましょうか。随分貫禄のある駅名標ですね。こういう駅名標ってもはや説明付き部首な気がするけど、まだあったんだ。木造で、いかにもといった面構えの駅舎。停車時間を有効活用して楽しさ何倍にもなりますね。一旦ホームに降りて駅観察というまた別の面白さを見出すのも良いと思われます。向こうには新宿原方面への天浜線。これも色が違いますね。キハ20色塗装列車らしいですね。天浜線開業80周年ヘッドマークもついています。フルーツパークって駅もあるんですね。近くにはフルーツパークという施設もあります。ところで天浜線の車内にはトイレがないので皆様お気をつけくだグッズワード。意外にも広々としていて足を堂々と伸ばせるボックスシート。足を置ける段差もあります。ここが好きな人は好きかもしれないです。ここって車両によって広さが全然違いますけど、広いとやっぱり伸び伸びできていいですね。上から見るとだいぶ広いもんだね。さて、いよいよ降車予定駅の西鹿島に到着。まだ天浜線は続くけど、ここで一旦おしまいですか。いつかの離島しての撮影もしたいところですが、西鹿島伊勢だけでも十分楽しいことが伝われば幸いです。天浜線にはいろいろなラッピング車両が走っておりますので、皆様もぜひ訪れてみてください。それでは、ご視聴ありがとうございました。また次も見てもらえたら嬉しいな。